Q&A やります。質問がいっぱい来てますね、皆様からね。来てないけど来てますね、皆さんから質問が来てないけど。丸1個目、ニュージーさん質問です。イケメンになる秘訣は何ですか？そうですか、イケメンになる秘訣、これはねシンプルですよ。自分のことをイケメンと思い込むこと、これです。自分のことをイケメンと思ったらイケメンに見られます、周りから。自分のことをイケメンと思うだけでですね、勝手に自分のパワーがイケメンに変わってきます。なので答えとしてはね、自分のことをイケメンと思うこと。はい、次行きましょう。いっぱい来てますね、質問がね。来てないけど、今度は来てないけど。二つ目行きます、質問丸2。ニュージーさんこんばんは。こんばんは。ニュージーさんのこと大好きです、結婚してください。これ質問っていうか告白ですかね。結婚してください。いやいや、いいですよ。いつでも、私はもういつでも待ってます、あなたを。はい、そしたら、そうですね、カンパチの道路沿いで会いましょう。カンパチをね、私ね、ずっと歩道というかね、カンパチ沿いをずっと通るんで、その辺を、通ってください、あなたも。そしたらね、私と遭遇できますんで、私見かけたらね、私に告白してください。そしたらその時私 OK 出しますんで、はい、結婚しましょう、よろしく。じゃあ今日3個目までいっちゃうかね。3個目ね、質問3個目、本当は来てないけど質問がいっぱい来てますね。3個目何何？ニュージーさんお疲れです。お疲れ様です。はい、 TikTok 見ました、ありがとうございます。これからもいろんな動画上げてください。わかりました。これ質問っていうか、ただのこれ何、意見でしょうよ。それは TikTok も上げますよ、私。はい、だからね、もう TikTok 見てくださる方がね、もういっぱいいることが私嬉しいですよね。これからもね、私の TikTok いっぱい見て、 TikTok いっぱい見 TikTok よろしく。今日はこの辺です。一旦失礼します。